こちらは昨日午前1時ごろ、下田市の市街地で撮影された映像。2頭のイノシシが歩道をゆっくりと歩く姿を捉えています。その後も深夜の市街地を徘徊するイノシシ。そのうちの1頭は住宅街の方に歩いていきました。そして今日、下田市内の神社でイノシシ1頭が捕獲されました。猟友会によりますと、罠にかかったのは市街地で見つかったイノシシとは別の個体とみられ、重さ40キロほどあるオスだったということです。その下田市では、昨日イノシシとシカの狩猟が解禁されたことを受け、地元の猟友会や県の鳥獣保護管理員らが狩猟者にチラシを配布しました。標的の方向、撃つ方向とか、撃っていい場所かどうかっていうのを、もう今一度確認して、お願いしたいということです。このように注意を呼びかけました。一方、先月、伊豆半島ではおよそ100年前にいなくなったとされていたツキノワグマが河津町で捕獲されました。県の担当者は、今年は熊の目撃情報が多いので、狩猟中に鈴などをつけて熊に出会わないよう気をつけてほしいと話しています。